来ちゃった。見つけたぞ、マガツカミ。毘沙門。毘沙門？ああ、俺が知りうる最強の武神だ。逃がすまいぞ。銃口固定。うまい。失礼。貴様、ヨクモ。貴様に二度と新規は殺させぬ。いい加減、もう俺のことほっとけよ。この地上裸ジャケット、何年ストーカーやってる。貴様のなすら許しておけぬのだ、滅殺するのみ。くそ。歩く武器庫かよ。ああ、志願のものまで切っちまって。そこらの林、ダメなんぞ。それが遺言か。おい、構うなよ。あんなの受けたら折れちまう。Later。 貴様。毘沙門様、ここは一旦引きましょう。敵は、奴は目の前だ。空血ごときで。いいな。呉服殿に免じて今日のところは見逃してやる。次は必ず殺してやる。私の手で。それ以上休むなよ。毘沙門天は本来荒ぶる武神だが、あの方はその名跡を汚している。神を語るまがい者めが、次こそはその名ごと消し去ってくれる。一片の記憶にも残らぬように。貴様の方から出向いてくるとはな。会いたかったぞ、ヤト。俺もだ、毘沙門。死ぬ者めが来い。近畿、正気、近畿、周期。あん時、てめえごと切ってかよかったよ。しぶといやつめ、私の神器。裏切り者などいない。欲も接近。マガツカミに剥離の器だと。どうなって。刺しまくったやつがいるからそのざまなんだろう。じゃあ誰が。遅い。え、ヤトを殺せば皆が助かるんだ。救いようがねえな。こいつがまた奪っていく。やめろ。切っちゃえばいいんだよ。より。ヤトは違うの。私
うちの屈指クガハという男の計り事だ。あなたが黄泉の女王イザナミか。我が名は七福神が一人、毘沙門天。そこな八咫神をお引き渡し願おう。毘沙門なんでお前らが。早く逃げろ。うるさい。この死に損ないが。八咫神、私はずっとお前が憎かった。お前とお前に救われた自分が憎かった。本当は分かっていたのだ。全て私が。八咫神、私はお前を憎まなければ前へと進めなかった。そんなことわざわざ言いに来たのかよ、バカだろお前。外で雪音と息日和がお前の帰りを待っている。だから諦めるな。しまった。動くなよビーナ、首が落ちる。分かって。ちょうど夕げの時間だ。皆さん、今夜は宴会です。とてもいい食材が入ったの。触るな。イザナミ殿、悪いがこれ以上あなたの宴には付き合えない。八咫神を返して。やばっ。おい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 、どうすんだよこの空気。お前のせいじゃねえのに。悪いのはこいつ。あとビーナ。もう許さねえ。やるか地上は。望むところだ、ムカつかみ。違う、トーマはお前が殺したんじゃない。お前とお前に救われた自分が憎かった。なのに二度も救われるなんて、全部私が。もう三度目は助けはしねえんだ、ブワーカ。神セブンでもピンじゃパッとしない、抱き合わせ商法のくせに。貴様やるか。夕日の中呼んでみたら優しい。